有リジの下妻上町バス停に到着する小賀駅、雪市発バス南筑波線は、かつて運行されていた国鉄バス JR バス関東の自動車路線である。茨城県土浦市の土浦と、道志虫係の下虫係を結んでいた。同停留場は旧虫係駅に近いが、同駅代替ではない。2008年4月1日からは、平日に上下3本が運行されていた。 土浦支店の担当。2006年3月31日までは、下妻市の下妻上町を経由して、小賀市の古川までを結んでいた。20世紀の一時期は本路線と霞ヶ浦本線、栗本線、多古本線が連続しており、栃木、群馬県に近い内陸の古川から、千葉県海沿いの八日千葉まで、関東平野を横断する半環状バス路線の一部を構成していた。 2008年4月1日には、残存区間の大半である、下虫がかり、篠崎天候上間が廃止となり、土浦市内近距離路線と化した。最後に残った土浦市内区間も、2014年6月1日付で路線廃止となった。下妻上町駅は自動車駅。自治体名は開業当時。学園が三輪原野であった当時の主街道を運行する。 下記の停車場名称は土浦駅ではない。古川駅ではない。この路線は改正鉄道施設法に規定された茨城県土浦より三津道道、堺、埼玉県区域、河野洲、坂道を経て反応に至る鉄道及び三津道より分岐して佐抜きに至る鉄道並坂井より分岐して古川に至る鉄道の先行路線とされる。また、 茨城県南西部を横断して、土浦と古川を結ぶ路線であったことから、東北本線と常磐線の短絡という役割も持ち合わせていた。その後、中間区間の利用者が減少する。その結果、土浦、小賀地区における鉄道の培養という性格が強まっていった。下妻土浦間の沿線地域では、関東鉄道のお膝元でもあり、東路線の境外な道路とは異なる。 道幅の広い幹線道路を同社と、系列会社のバス路線が占めている事情もあって、枝線を拡大するなどは、基本的に行われなかった。1970年代以降、現在でいうつくば市地域は、つくば研究学園都市として研究所や、道路などが整備されるが、道路線は、旧来の集落を通る昔のままを保ち、一時期枝線を運行していた、テクノパーク桜を除き、 開発地域には乗り入れていない。研究所に近いところであっても、他社が本数と所要時間の面で優位となっていた。土浦へ向かう生活路線としての需要も高かったが、モータリゼーションが進んだこともあって、研究学園都市への求心力が高まり、中間部の需要が大きく減少した。2006年には、松本下妻上町、篠崎天候場が2008年には、 篠崎店工場から下虫がかりが廃止され、路線の大部分が廃止されることとなった。ちなみに、下妻、土浦の漁師を結ぶ路線としては、関東鉄道の北条経由の経路があるが、そちらは現在でも運行している。ありがとうございます。